庄屋男三兄弟、はい、周代も出身見る地味あらららら、手まけて手まけて、なあ、餃子ってさ、どこの国のものか知ってる？あ、ご飯。え？ご飯。ご飯？あ、それご飯や。どこの国のものやろ？日本とか世界中の。世界中に食べられてるやろ？うん、でもな、多分な、え、中国？中国ちゃう。だから中国系で行こうか。私が今から餃子作るから、あなたたちよく話聞こうよ。本格的な餃子作り方を教える。わかったか。私が言う方法ちゃんと取るよ。どうやって作ったらいいですか。皮あるから、はい、まず皮取る。はい、こう巻くときに難しいから、例えば普通餃子ってこんぐらい入ってるような気がするんだけど、ちゃうねん、だいたい気持ち半分ぐらいで、これぐらいでいったん。見て、こう置いただけでも、見て、これ意外と置いただけでもまあまあいってるねん。で、これな、で見て、手洗ったらちゃんとな、これ半分飲んでんか。これを、まず、こうしていくねんけど、ここからが勝負や。どうやらんときな。まあ、こうかな。え、ちゃうな。ね、こうな、なんかな、簡単に言ったら、こんな感じでやっているのかな、なんかプロがな、こういう感じで、こうちゃん、形、形死んでない、なんかノリできんねん、こんな感じじゃん。ちょっと1個やろうか。1個ちょっとお母さんにやってもらおうか。ここピーってして、うん、してで、うん、こうやって火だつげるね。え、ちょっと待って、濡れてないところあったよな。火はただつけるだけで。できた。すごいよお前。はい、あとはもう自由にやっていって。え、お父さん。はい。お父さん。何？ちょっと。お父さん面倒くさくなってない。いや、ちょっとやるけど。ちょっと。ね。どう？出て。うん。これ見て、雄大の何これ。カキ？カキや。カキちゃうやろ。ちょっと邪魔なんじゃ、作るの。もうこう大きすぎて見えへんのじゃ。こっちに置いていい、これ。うん、いいよ。それで、ね、取ってる量とか見えへんやろ、こいつら。もうなんか早終わってほしいから大きめに入れてまうわ。だってこんなん見とったらさ、もう別に何でもいいか、もう混ぜて食べたらって思う。この工程いるみたいな。もうなんか、敷いてな。うん。高評価。お上手。間違って。できた。乗せちゃった。なんて？間違ってな。どっちやった？ほんまわかっとったよ。どっち？どっちか教えて。怒らへんからどっちか教えて。そうやった。2枚ってわかっとったってこと？な、間違ったんじゃないやろ、うん、その言い方誤解されるから、2枚やっちゃったって言いなさい。わかった？別に間違ってじゃなくて、間違ってないやん、だって。普通に悪意やん、それ。悪意でしょ。完璧な。はい、じゃあ、はい、みんな持って。みんな持って、はい、ここ持って。中国の餃子、完成したよ。食べる人？はい。シューダーまだか。欲しいましょう。わー、ちょっと待ってよ。あっ。じゃあ一応火使うから、お父さんも一応ここ入っとくね。いくで。まず一旦高台に渡すから、こうやってやってこの油を伸ばしてくれる、うん、そう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 、簡単に言ったら熱いやろ、もうこうやってな、こうやって伸ばしていくん。はい、じゃあ餃子置いていくんやけど、ゆうちゃん、はい、どうぞ入れてください。いいよ、入れな、入れて、ポンポンポンって入れたらもう、はい、入れていこう。みんな入れていこう。ボンボン。はい、すぐ入れていくから、あれやで。はい。一瞬でやるで、お父さん。最速でいく。応援しといて。頑張れ。いくで。いくで。何秒かかるようでよ。待ってや。
くね。まだね。せーの。3秒今の3秒、うん、チャンネル登録よろしくお願いします。僕の名前、うん、これやな、あ、いけたよ。僕の名前ほら、あっつー。大丈夫かな、うん、ちょっとこれ全部にこう入れて、わかった？せーの、はいどうぞ。一緒にやる。一緒にやるのに、一人でやる。こうやってやった。うぅやっば、決めて。はい、決めて。大丈夫？はい、決めて。うわ、で、その間に、お父さんいい案があります。ここに生卵を入れてきて。あー、いい匂い。うぅー、きれい。じゃんじゃじゃーん。落としたらもう最低最悪最低。できてると思うけど。はい。あ、うわ、焦げきてる。うん、やばいかも、だいぶ。最低やからさ、これ。あ、大丈夫やな。行ってるとこと行ってないとこある。うわ、あ、ギリギリや。オッケー。じゃあ、完成ですわ。完成です。一回ちょっと食べてみよう、これ。危なくない。うん。大きいやつ食べた方がいいな。うん。なんでそこからも食べれる。うん、あ、うまい。うまい。とっても。あ、うん、いい感じ。高評価。はい、じゃあ食べて味教えてください。夫婦しよう。どう？つけて。つけた方がいいよ。美味しい。なんで？あ、これな。あるかな。はい。あるよ。うまい。じゃあいただきます。君たちが作ったやつ。うん。おいしい。自分が作ったやつうまい。うまいな。あ、でもおいしいわ。うん。なあ、やっぱお母さんが作ったネタやからおいしいんかな。ありがとう言うときや。ありがとうな。みんなが包んでくれたからおいしい。産んでくれてありがとうな言うときや。産んでくれてありがとう。うん。あの、伝えれるときに伝えときや。雄大の食べんな。雄大の。いただきます。いいよ、って。あー、僕の食べ、うん、おいしい、おいしい、ヤミヤミ、ありがとう、うん、見つけます、ね、こちらこそありがとう。ネタが残ってるんで、うん、もんじゃみたいにしようか、うん、うん、もんじゃにしようと思ったけど、もんじゃにはちょっと豚は食うかな。おいしい、おいしい、まあ、種が生きてんな。種うまっ、うま、ニンチントマト、タメ、タメ、うま。もしわざとじゃないのに怒られとったら友達に。誰が？え？僕。秀大が間違ってないんやったら、お父さんはその友達に怒ったらいいと思うけど。間違ってやっただけやのに、なんか。先生に言ってきたやつ。先生にはわざとやって言った？うん。その友達が？うん。でもお前秀大な、間違ったって言うやろ？うん、たまに。うん。わざとの時。うん。って言うやろ？あの、わざとの時はわざと、間違った時は間違ったってちゃんと言わないと。うん。一回嘘ついたら嘘つきや思われるから。うん。わかる？うん。お前で？うん。どこまで通じてないかわからんけど。お前が間違ったっていう言葉の使い方をもうちょっと大人なって教える。狼少年って知ってる？ごちそうさま。聞いてる？なんで？聞いてる？ちょっとぐらいの前の時、びっくりドンキー行ったやん。うん。その時なんか話してへんかった？何で？タイム忘れたんですか、あの。いや、何のことか分からへんから言い方や。何が？忘れたんですか、あなた。どういう話？え、忘れた、僕は。雄大、なんて、何の話忘れた？お前も忘れたんかい。こうだ、集めて集めてした。あ、ちょっと、おまじちゃん、もういい。
お箸でも集めできんねんで。できるけど、全然無理。床の様子映しとくわ、みんなに。なあ、いつもの悲劇、これやねんな。あ、そのコップ、あ、そのコップ持っていって。こぼしたん？こぼしたん？シュウダイ。なあ。ちゃう、間違ったじゃない。こぼしちゃったやろ。こぼしちゃった。間違ったじゃないやろ。間違ったは違うって言ったよ。こぼしてもだやろ、うん、しゃあないよ、拭き。うん、分かった。最後の仕上げは後で大人がやるから。はい、ありがとう。お母さんがやるから。お母さんがやるから。はい、餃子作りはどうでしたでしょうか。初めての。意外と美味しかったから一人ずつ聞いていこうと思います。では、はい、ゆうちゃんどうでしたか。餃子やって楽しかった、うん、餃子やって楽しかった、うん、はい、校内どう。美味しかった。決めたし、うん、上手に初めてやのに、うん、作れたものが嬉しい。よかった。はい、じゃあ最後シュウダイ君締めてください。一緒に作ったのが、うん、めっちゃ楽しかったし、うん、みんなで食べたのが嬉しかったし、うん、さっきのお父さんが、うん、これ食べたら、うん、これ行ける、遊びに行けるな、遊びに行けるって言ったから、うん、楽しかった。もうそれなんか絶対遊びに連れて行けよっていうなんか魂入れてくれる。はい、じゃあまだごちそうさま言うてへんや、早く来い。手を合わせて。こんにちは。はい。しょうや。はい。男。三兄弟。三兄弟。大きい声で三兄弟。どんどん。